今日は私は生命科学の専門家ではございませんが、最近理化学研究所の大波先生からデータを少しいただいて、いろんな可視化をやっているというご関係でここの場をですね与えていただいたかと思います。どうもありがとうございます。で私自身はIT 系の企業にて、大学の方に来た人間で、ありまして、まあ、割とデータということでは使ってきたという、まあ、そういう経験があります。で今日は可視化ということで自己紹介も含めまして、この可視化ということの歴史とですね、それから、まあ、科学的な方法と可視化が今どう向き合っているかという話、それから一番、まあ、関心が高いその因果関係というところで、可視化ってどういうふうに役立つのかということで、まとめていきたいと思います。まあ、可視化というのはシグラフというコンピュータグラフィックス のコミュニティからスタートしたもので、もともとはこういう映画のエンターテインメント系の、利用技術というところからスタートしまして、ここにありますのは惑星、そういったものをですね、リアルに見せるためにはどうやったらいいかというのが1982年ぐらいに、まあ、真剣に、まあ、ディスカッションされて、まあ、こういった中では物体をパーティクルで表現するということが具体的には提案されています。コンピュータグラフィックスでは割と有名なそのブリンという人なんですけども、まあ、そこで重要なのが、ブリンさんはここの中でパーティクルそのものを表現したんじゃなくて、まあ、後々皆さんも多分どっかでお聞きになれたかもしれませんが、不透明度とか透明度という概念をですね、パーソンの仮定ということを用いて、まあ、一番下に丸で囲んでいるところなんですけども、まあ、要するにパーソン仮定というのは平均的にパーティクルが例えば N 個あって、そこでたまたま K 個ある確率ということになるんですが、ここで透明度と言われるのはその時にたまたま0個である確率ということで、まあ、このようにエクスポーネンシャル的に定式化しているというのがここでの話で、もともと離散的だったモデルを連続的に置き換えるということで、とても重要な役割を果たしています。まあ、30年ぐらい経って私自身はここからエクスプリシットに粒子を生成するということを最近私の仕事としてはやっておりますが、それからまあ出てきましたのがまあレンダリングというのはそのコンピュータグラフィックスの基礎技術なんですけども、基本的にライティングシミュレーションということで光の振る舞いというのをこのような吸収と散乱という形でモデル化した、まあ後々これがレンダリングイクエージョンというふうに言われるものになるわけですけども、まあそういったものが1984年にこれは梶谷先生という方がですねご提案されて、さらにリアリスティックな雲というものを表現するようになったと。まあ今から言いますとちょっとおもちゃみたいなものですが、まあ、30年前はこれですかなり衝撃的な役割を果たしていた論文です。それから少しまあ可視化に近くなってきましたのが1987年で、これはちょうどCT だとかMRI だとか、まあ、そういういわゆる格子状のデータができたものに対して、そこから透視面を取っていこうというアルゴリズムであります。まあ、従来は層別に画像を取ってそこにこうコンターラインというラインを書いてそれをこうつなげていくという方法だったのがですね、そのつなぐというところを一つのセルという形に見立てて、そこでのポリゴン、まあ、ここで言うと全部三角形ですね、三角形をこのように取り出すというパターンをこのように限定化して効率化する、それはマーチングキューブです。で、まあ、これがほぼもうまとまりみたいな形の手法になるんですが、ボリュームレンダリングというのは、まあ、基本的には同じデータなんですけども、それを雲のごとく見せると、先ほど雲のごとく見せるテクニックとしてレンダリングイクエージョンというのを私申し上げたんですが、それをやや簡単化する、簡単化するというのはレンダリングイクエージョンは周りの光も取り込んで散乱させるというこういう項を設けてたんですが、ここは自分が発光するということでそこの項を、まあ、はっきり言いますと端折っているという、まあ、そういうことによってそこそこのスピードで、まあ、このようなちょっと厚みの持った画像化が可能になった。これが1988年で、まあ、割とこれは皆さん診療の現場でもですねこういう絵を見られることあると思うんですが、こういったものがほぼ出来上がりつつありました。で出来上がってもうやることないなということで終わってたら可視化終わってたんですが、まあ、10年ぐらい前にですね、
可視化手法ということではそれほど新しいものは多分ないだろうと、まあ、これからはデータということに対して知識を得るために何したらいいかを真剣に考えようと2005年ですね、これは温度をかけたのはアメリカの方でして、そこの答申のですね、まあ、一つの提言書みたいなものがここに書いてあるトーマスによるものなんですけども、そこで初めて出てきたのがビジュアルアナリティックという、まあ、言葉であります。でこの定義はちょっと難しいんですが、The Science of Analytic Reasoning っていうところで、まあ、学生に説明しても何のことやようわからんという多くの方もちょっと分かりにくいと思っている言葉なんですが、アナリティックリーズニングそのものに関しては、まあ、私調べてみると割と大学の教養課程でアメリカのですね、ヨーロッパの教えられていることです。でこれは具体的にはサイエンティックメソードということで関係するものでございまして、まあ、実は日本がそこであんまり抑えてないといいますか、そのような科学的な方法ということをですね、教える機会がちょっとなくなってるんじゃないかという気づかされたこれは瞬間なんです。まあ、それはまあ置いときまして、データと向かい合ってこのお話はまずはデータ前にデータと向かい合って知識を取るためにはデータマイニングするだろうという下のパスが、まずは、皆さんもう終わりかと思うんですね。で、まあ、それだけで、いくという方向性は最近の昨今の AI とかマシンラーニングの方向性ですけども、まあ、やはり人間の目で見て初めて気づく、これいるものいらないものだとかですね、こういう塊があるよ、まあ、それをもですね AI でなんとか発見してしまうという向きもありますが、まあ、2つに分けて、でお互い相互作用によってナレッジが生み出されるという、まあ、こういうフィードバックループというのを仮説として提唱されています。で AI ということに対して上側の方は、まあ、収まりいい言葉として、まあ、これは別にきちっとフォーマルに決まってるわけじゃないんですが、インテリジェンスアンプリフィケーションということで AI に対して IA という形で呼ばれたのもちょうどこの頃です。で、サイエンティックメソッドというものを支えるものだということになりますと、まあ、そういったことをきちっと考えていかなくちゃいけないということなんですが、ただまあそこで因果関係というものとのですね、支えるコンピュータグラフィックス可視化というのがあまりなかった。でまあ、私もこれお願いし、いただいた時にはですね、まあ、そんなことやってる人ってなかなかいないんだろうなと思ったんですが、R2P のですね、ビジュアリゼーションというカンファレンスが、まあ、我々からするとトップカンファレンスなんですけども、これまだ発表はされてないんですが、データライブラリの方に出ておりますので差し支えがないだろうということでちょっと持ってきたんですが、このようなビジュアルコーザリティアナリストという名前のですね、システムを提案しているというのが、まあ、私の知る限りは初めて の提案と可視化の方からですねかと思いますが、それほど難しいことをやってるわけじゃなくて、これはそこのノードというのがそれぞれのデータを表しておりまして、まあ、一般的にはそこの間の相関を調べて、それからまあ制約付き実験のようなことをですね、条件付き独立かどうかの判定をずっとすることによってこのような絵は作れるんですが、ここで、まあ、矢印の方向とかですね、いらない矢印はないのかとか、まあ、そういったことを、確かめるツールとして出ておりまして、ちょっとまあそのままだったらの状態だったらあまり大したことないなというふうには感じはするんですけども、一点まあ面白いのは、一般的にデータというのは実数型ということが多いんですけども、まあ、中ではとびとびそのカテゴリカルな0とか1とか、そういったデータがこう入ってくるわけですが、まあ、そういったものの扱いで、この方法というのは少しユニークなのかなという印象を持ちました。まあ、これは多分 IEEE のアカウントを持っておられる方で、これを購買されている方はもう見れる状態になっているんじゃないかというふうに思います。で、下の方にちょっと出させていただいたのが、いわゆるまあ潜在変数ですね。実際に観測はされてないんだけども、まあ、ある実験をですね、するきっかけになる潜在変数だとか、あと時系列ということに関しては、時系列の時間だけを取り出したらできるという、まあ、ちょっと逃げているような感じがありますが、まあ、そういうのが制限としてあります。これが今現状ということですね。今時点で、科学的な可視化と因果関係の探索どう向かい合っているかと。
で、科学的方法ということなんですが、釈迦に説法なわけですけども、科学的方法というのはいろんなところでもこのようにまず何か現象を見て問題を設定してそれに対して仮説を立てて、検証する手立てを、実験計画を立ててですね、でうまくいったらば社会に適応していくと、いうものの今重要な役割としてこのビッグデータが座っているという状況かというふうに思います。で、この可視化ということとその科学的な方法ということでは、先ほども、少しいくつか例を示したように、大変、重要な役割を果たすものだと、いうふうには、思うんですが、なかなかちょっと事例がないのが熟したるところです。でベン・シュナイダーマンという認知学者は可視化ということと人のですね発想ということを考える場合に、これは科学的な方法を並べたものですけども、まず俯瞰して見せなさいと、オーバービューファーストで、必要なところズームアンドフィルターアンデンディテールオンデマンドという、言ってみれば当たり前なんですが、こういう形で可視化のデザインというのをやった方がいいという、ビジュアリゼーションマントラと言われているものです。こういったものに立って、私は最近海洋の方のデータもちょっと扱わさせていただいているんですが、地球規模のですね、例えば、大きなメシですとデータが取れて、その重要な部分だけをですねインタラクティブに、でもインタラクティブというのは人間の思考をですね中断しないということが重要です。1時間経ってこの絵が出てくるんでは全然意味がないと。それから、右上の方にありますのが、いわゆる変数空間で、要は物理空間で見せるというのはよくあるんですが、右のような形で例えば塩分濃度とそれから海水温度がどんな関係かというのを見せるためには平行座標を使う方が分かりやすいわけですね。でこういったのはビジネスの世界では割と出てきますけども、あんまりこのサイエンティックなエリアでは出てきませんでした。というのをつないで、右側は、アウトプットということで、例えば漁獲高をそういう環境シミュレーションの変数で表現して、で予測マップとして漁師さんに戻すと、いうようなことがですね一つあろうかと思います。生命科学でも同じようにまずこう俯瞰して、でその対象がですね、もう私が今尾波先生がいただいているデータとかではこのような大規模グラフ、因果グラフですね、なるんですが、そのうち重要な部分を、ズームして、そこに、簡単な変数でもって、その変数が潜在変数だと大変、いいかもしれませんが、説明して、創薬だとかにつなげていく、そういったものがこういうデザインで作られればいいかなと。で具体論に入っていきますけども、因果関係というのはもう皆さんご存知のように、変数間のですね、因果の関係で、有名な言葉としては、相関は必ずしも因果とならずという、相関というのは、割と計算でサクサクと出てくるものなんですけども、方向性もですね、ある程度データマイニングで出てくるようになりましたが、この変数いるかいらんかとか、裏に隠れているものが何なのかということに関してのチョイスが、まだまだやはりそのドメインの専門家ということの知識を変えた方がいいケースがあるんじゃないかと、いう私は見立てです。でそこで大きく2つの相関関係というのを考えますが、1つは先ほどから言ってます、相関はあるんだけども裏側に実はちょっと大物が控えているというケースですね。でもう1つは時間をずらせながら見ると相関が出てくるという形で、これは一定時間を置いて何かがこうハプンするという、割と分かりやすいケースであります。で、大波先生からちょっと使わせていただいているデータがこの線虫の発生過程というものでして、もともとこれは受精卵の段階から細胞分裂をしていくうちにですね、いろんな表現形態というものが、自動的に取得できるというのが大波先生のところの優れたお仕事だと思いますが、そうすると大量のデータが、いろんな個体から出てきます。これの素晴らしいところは、この線はですね、基本的には相関値のある一定以上のものを出しているというふうにお聞きしていますが、
左から右に向かって、これはもう、時間ですので、ある原因があることを起こしているというのが割と明白なあのケースで、相関というのが、この場合、おそらくその因果関係ということにつながっているだろうということで、一つの大きな因果グラフということが考えられると思います。これはこれでかなり大きなですね、知見が得られる可視化の例だというふうに思うんですけども、例えばここのところに因果関係または相関関係があるというものに対して、今6つをちょっと想定しているんですが、ここの絵では O というのはオブザーブという観測されているという、 L は0点という意味 でそこに0点と何らかの形を入れるとモデルとしての説明能力が上がるということから、こういった潜在変数というのがあってもいいのかなという、こういうですね、因果関係の発見というのが一つサポートされたらいいのではないかという声がいくつかありました。で、先ほど のシュナイダー版のですね、まずオーバービューで見せて、でこれは我々のところのソフトウェアで先ほどのデータをお借りしまして、ちょっと薄くなっておりますけども、可視化的なポイントとしては、できるだけビューティフルに見せるというのはこの手の可視化の場合に必要でして、交差数をできるだけ減らすとかですね、そういうことで最適化をリアルタイムにかけているものです。で、まずグラフを俯瞰するということが必要ですし、それからもう一つはフィルター&ズームというところに関係するところですけれども、やはり込み入ってきたところなかなか分かりにくいですので、何らかの、統計的な指標でもって簡単化していく、これを可視化の用語では素子化というんですけども、コースグレインな、形態にリアルタイムで持っていくという、十分時間をかけて簡単にするというのはたくさんアルゴリズムで出るんですが、リアルタイムに見せると、でリアルタイムに見せた後、この辺あたりがというのが今黒丸で売っているところですけども、黒丸あたりのところに潜在変数があるかもしれんなというふうに置いてみると、置いてみてどれとどれとどれをつないで説明させようかなというところが一つあると思うんですが、その時にオンデマンドでそこの部分だけうまく説明できているのかどうかというものを見せるモデルがサブウィンドウとして出てくると、そういうことをちょっと1分間ばかりでビデオを作りましたので、このような形で結構これは大規模なグラフだと思うんですが、先ほどお見せしたのはものすごく簡単なのがですね、今後発表されていくんですけども、ズームはするんだけども、ここでバーでですね、コースグレインということをですね、思い切りこれは簡単にしてしまいましたとかですね、いうことになります。で交差数もきちっとですね、最小化するだとかという最適化計算も、この時間の中に入れてありますので、そこそこインタラクティブな状況が実現されているんじゃないかと思います。でいらないバリアブルだとかですね、この場合のレイヤーというのは、時間的にレイヤーが考えられますので、1セル期とか2セル期とか3セル期を出す出さないのコントロール、そういったこともやって、これが一番インタラクションかどうかを置いときまして、最終的にはこのあたりに潜在変数を打ったらいいかなというのをですね、エッジコンセントレーションといって、たくさんエッジがですね、3つのノードから4つのノードに全てつながっているときは、こいつをこう固めて1本にするということができまして、先のはそこが潜在変数になるかなということで試した例です。別にこれを別に提案しているわけじゃありません。ちょっとなんかこうリコメンデーションされるのがいつも間が抜けてるんで困るんですけども、これ閉じましょうと。私はこういうつもりないんですけど勝手に出てきてしまうんですね。でタイプには今やろうとしていることですが、これは最近株価の変動が何がつながっているかということをよくやられる時系列データをちょっと時間ずらせながらマッチング取っていくということの技術が最近いろいろ出てきてますから、そういったものを使えばですね、因果関係というのを拾えますし、今いただいているデータ、例えば細胞の中にですね、例えば RNA の密度ボリュームと、それからそこから出てくるかもしれない分子の密度ボリュームがあったと、でそれぞれの間に因果関係あるのかどうかということを調べるときに、左側が RNA で右側が分子と、
した場合にですね、ちょっと時間ずらせながら、その相関値を最大化するような場所を探すというね、そういうふうな、まあ、それデモで見せられたらいいんですが、そういったことを今後考えていっているところでございます。時間が来ました。以上です。